皆さん、ここは神奈川県藤沢駅です。本日は3月14日、平日ダイヤの改正日です。今回のダイヤ改正で、平日に走る、新宿発着の特急、湘南号の停車駅に、大崎駅が加わったそうなので、大崎駅に特急列車が停車していなかった理由とともに、ご紹介します。今回のダイヤ改正から、大崎駅に、新宿発着の特急、湘南号のすべてが停車します。新宿方面の場合ですと、22号、24号、26号の3便が該当します。今回はその中でも、初めて大崎駅に停車する、特急湘南22号新宿駅に乗車します。特急湘南22号は、藤沢駅を6時54分に出発します。そのちょうど隣のホームでも、同じ時間に、東京駅の特急湘南4号が出発するため、藤沢駅には注意喚起がデカデカと貼られています。というわけで、特急湘南号専用ホーム、1、2番線にやってきました。特急湘南号のほとんどは、こちら側のホームに停車します。このホームには、特急湘南号しか停車しないので、隣駅のところが、大崎、品川になっています。今回のダイヤ改正から、新宿発着の特急湘南号は、次の停車駅が、渋谷ではなく、大崎になったので、新しいものに交換されています。6時53分、先に特急湘南4号、東京駅がやってきました。今回乗車する、特急湘南22号新宿駅と、熱いバトルを繰り広げるので、ぜひ、最後までご視聴ください。少し遅れて、特急湘南22号新宿駅がやってきました。こちらが今回乗車する特急列車です。というわけで、特急湘南22号新宿駅は、帝国通りに藤沢を出発します。先に到着した特急湘南4号より、少し早く出発しましたね。次の停車駅は大崎です。この列車は、特急湘南22号新宿行きです。次は大崎に停車いたします。藤沢を出発しました。座席の半分以上が埋まっていて、かなりの利用者がいます。さあ、ここで1回目の特急湘南4号との並走バトルの開始です。両者とも同じ発車時刻でしたが、特急湘南22号がフライングしてしまい、少しリードしていましたが、ここで追い抜かそうと走っています。なんとここで、特急湘南4号が、まさかの減速をし始めました。特急湘南4号は、藤沢を出ると次の停車駅は、品川かと思いきや、大船です。そのため、減速をして停車します。しかし、乗車している特急湘南22号は、大船駅に、ホームがないので通過します。そして特急湘南22号は、引き続き、東海道貨物線を走行します。トンネルの中を走り続けること、約5分、地上が見えてきました。この地上部分は、横浜羽沢駅という、貨物列車専用の駅です。そのため、コンテナが大量に並んでいます。この隣には、羽沢横浜国大駅という、普通の駅もあります。そしてまたトンネルに潜り、再び地上に出てきました。地上に出てくると、隣に見覚えのある、特急列車がいます。そう、この特急列車は、藤沢駅を同じ時間に出発した、特急湘南4号なのです。両者とも別々のルートを走ってきましたが、ここで一度合流します。2回目の並走バトルを開始して、2、3分すると、特急湘南22号と、特急湘南4号は、それぞれの行き先へ向けて、別々のルートを進んでいきます。特急湘南4号は、東海道線を進み、東京へ。特急湘南22号は、湘南新宿ラインを進み、新宿へ向かいます。ここで、東海道貨物線から、湘南新宿ライン、横須賀線に転線します。そして武蔵小杉を通過します。進行方向、右側に何やら、ホームを作っていますね。ホームを作るという話は、知っていたのですが、まさかもう始まっているとは、思いませんでした。時の流れとは早いですね。現在の時刻は、7時26分。先ほどまで並走バトルをしていた、特急湘南4号が、品川駅に到着しました。しかし特急湘南22号は、まだ西馬込付近を走行しています。もしかしたらですが、藤沢から大崎まで早く移動したい場合、湘南4号で品川駅、山手線で大崎に行った方が、不便ではありますが、早いかもしれません。というわけで今回の勝負は、特急湘南22号の敗北です。そして列車は東京都に入り、西大井を通過します。
東急大井町線の高架線の下をくぐると、横須賀線と湘南新宿ラインが分岐します。横須賀線は品川方面へ、湘南新宿ラインは大崎方面へ、それぞれ分かれます。まもなく大崎に到着いたします。大崎の次は渋谷に停車いたします。まもなく大崎に到着します。前に見える線路は、先ほど分岐した横須賀線の線路です。横須賀線は大崎駅を通りませんが、大崎駅から一応見えるくらいの場所を走っています。今くぐっているのが横須賀線です。先行列車に接近していたため、減速をしていましたが、結局、停車してしまいました。あと一歩で大崎に到着できるのに。というわけで、藤沢から38分、特急湘南22号は、大崎に初めて到着します。大崎駅は、JR 東日本の中で、15番目に利用者が多い駅ですが、おそらく今回が、初めての定期特急列車での停車です。大崎に到着しました。大崎駅では、特急湘南号の停車を祝って、幕が用意されていました。大崎駅に初めて停車した、特急湘南22号が発車します。お見送りをしていきます。ここで、なぜ今まで大崎駅に特急列車が停車していなかったのかについてです。個人的には、二つの理由があると思います。一つ目は、隣駅の品川まで一度出た方が、本数が充実しているからです。横浜方面の特急列車は、基本的に東京駅が始発駅で、品川を経由する列車がほとんどです。一応、大崎を通る横浜方面の特急列車も存在しますが、それ以上に、品川に出た方が利便性がいいからです。二つ目の理由は、物理的に停車ができないからです。大崎駅は、山手線のホームと、埼京線のホームの間に、謎の線路があります。この線路は、横須賀線から分岐してきた短絡線です。主に特急、成田エクスプレスなどが使用します。しかし、この短絡線、なかなかきつい勾配があるため、停車させようにも、安全上厳しいことや、ホームを設置するほどの、スペースがないからです。様々な事情はありましたが、今回のダイヤ改正から、特急、湘南号が平日限定ですが、大崎駅に停車するようになりました。ぜひ、気になった方は、乗ってみてはいかがでしょうか。それとこのチャンネルでは、鉄道系の動画を週1本程度で投稿しています。チャンネル登録、高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。